美味しい記憶聞かせてください。5月になりました。どうぞよろしくお願いします。お世話になります。あー、5月か。お祭りも結構ありますよね、5月は。記憶ありますか、何かお祭りに関する。父も母もそんなにお祭りが得意じゃないので、なんか行っといでみたいな感じで、その親と一緒に行った覚えであんまりなくて、はい、で僕もやっぱりそっちの方になっちゃうんですよ、ってなってくると。だから友達に誘われても、大丈夫って言って、大丈夫大丈夫ですとか、なんでとかで、焼きそば食べる、絶対お家でやるのが美味しいからとか、盆踊り、大丈夫大丈夫大丈夫浴衣いらんみたいな、割とこう否定的な感じだったんですね。お祭りお好きですか？私はやっぱ田舎なので、子供の頃にドンキャンキャンっていう祭りがあって、ドンキャンキャン、ドンドンって太鼓の音で、あと鈴がカンカンってなるんですよ。でドンカンカンっていう音でずっとこう、お化けみたいな、いわゆる生ハゲみたいなのが練り歩いてきてて、でそれぞれの家に来て、なんかその悪いことしてないかじゃないけどそれ生ハゲですわ、やっぱり。でもそうなんですよ。何なんですか？でも生ハゲは悪い子はいないかって言って探しに来るじゃないですか。でもそのドンキャンキャンはただ来るんですよで、なんか怖っ、一番怖っ、うわーって言って、なんかでもギャーって言って泣いて、でなんか一しきりなんか絡まれて、でまた帰っていくっていう、ドラゴン。パフォーマンス集団ってことですか？ドンキャンキャン怖かった。ドンキャンキャン怖いわ、それは怖いわ。でもね、食べ物も美味しくなってきますから、どんどん。そうですそうです。5月になってくるとね。今回はですね、お待たせいたしました。もしかして美味しい記憶試食させてくださいスペシャルです。おいしいきおく聞かせてください。美味しい記憶、それは食にまつわる大切な思い出。あ、いい香りします。この番組はそんな美味しい記憶をたどっていきます。ここでこのお料理をこっそり知ることができるのなんか疑惑の目に満ちた私たちこの番組はキッコーマンの提供でお送りします。おいしい香りにあの時の記憶がパッとよみがえる。家族や友達と囲んだご飯、その一つ一つが積み重なって明日へ向かう勇気になる。おいしい記憶はタイムマシン。昨日から今日へ明日へ、おいしい記憶を作りたい、キッコーマン。私はこの世界を食べて覚えた。野菜や魚の名前、泣いてもまた笑える。季節はいつか過ぎていく。育ててくれてありがとうって思う。それは伝えていける。今度はあなたへ、キッコーマンで。羽村市にお住まいの女性のおいしい記憶です。私の父は料理が好きで、実家に帰るとよくリクエストに応えてくれた。中でもスーパーに鮎が並び始めた頃にお願いする一品が鮎めしが食べたい。鮎めしとは鮎めしのこと、はい、父の鮎めしは口の中で美味しさが止まらない、今なら無限鮎めしとでも言うのだろう。父が突然亡くなると鮎めしは二度と食べられない味になってしまった。毎年作ってくれると思っていたから作り方を聞いていなかったのだ。鮎めしが食べられなくなって24年、鮎の季節がまたやってくる。あ、幻となった鮎めし。鮎大好きです。私も四万十川、高知の、はいはいはい、四万十川で取れる鮎を食べて育ったんですね、僕。子供の頃から母がそっちの方で、だから骨をこうグッと取って、もう頭が全部食べなさいみたいな、はい、大好きです。鮎は美味しいですよ ね、 ですよね。いろんな食べ方あるから。あ、鮎の解禁5月だ。5月、はあ、そうだった。鮎めしをスタジオへ届けるべく向かったのは東京都羽村市。こんにちは、よろしくお願いします。愛犬キキ
ちゃんと出迎えてくれたのが今回の記憶さんの黒岩美雪さんです。じゃあよろしくお願いします。早速おいしい記憶愛飯について調査開始。愛飯ってあれ何なんですか？魚の鮎の炊き込みご飯。多摩地域って少しこうなまるんですね。うちの父が鮎のことを愛って言ってて、それで愛飯って父独自の言葉です。へえ、じゃあこの羽村の人に愛飯って言ったらどうなるの？分かんないと思います。へ、我が家独特の言い方。愛飯、愛飯とは鮎の炊き込みご飯のこと。記憶さんのお父さんの得意料理でした。本業はバスの運転手だったお父さん。料理が趣味でプロ顔負けの腕前だったとか。愛飯は記憶さんが子供を連れて帰省したらお父さんが必ず作ってくれる定番の料理でした。写真残ってるのがもう本当お祭りの時ぐらいしか撮らなくて、これが多分だから長男が生まれた時に初めておじいちゃんのそのお祭りについてた時、私と妹と娘しか生まれてないので男の子がすごく欲しかったんですね、父が。だから孫が男の子で嬉しくって。ところが今から24年前お父さんは突如帰らぬ人に。以来愛飯はもう二度と食べることのできない味となりました。まだ先があると思ってたので作り方を聞かないで、まあ頼めばいいわって思ってた。これ本当そう。まあ、全然わかんないですね。で試しに作ってみたこともあるんですけど、いや同じような味にはできなかった。数えたら23、4年そのぐらい食べてないですね。もう一番食べたいもの。何度チャレンジしてもたどり着けない美味しい記憶。一体お父さんの愛飯はいつどこでどうやって生み出されたか。愛飯を復活させるための小さな旅の始まりです。あ、行ってらっしゃいしてる。まず記憶さんが向かったのは、こんにちは。かつて同じ釜の愛飯を食べたことのあるいとこの元。覚えてる？食べたのね。おいしかったですね。どうだった？大人の味？ほろ苦い感じはしたけど。愛の香りがしておいしい。大人の味だったらしい愛飯。内臓も入ってたもん。でも作り方まではわかりません。おじさんのいただいてたお店が、愛飯作ったよって言って食べた。そしてその後だよね。以降だよね、作り始めたのはね。アドバイスを受けて記憶さんが向かったのは、バスの運転手を定年退職した後お父さんが働いていた料理旅館。へえ。あ、じゃあここで。おしおちゃん、あ、こんにちは。いとこの浜中としおさんです。こんにちは。旅館のご主人は記憶さんのお父さんのお一子さんです。送迎してたんだよね。料理じゃなくて送迎では働いてたんですよね。あ、そういうことか。この旅館で前職の経験を生かしてお客さんの送迎バスを運転していた記憶さんのお父さん。でも一枚の意外な写真が残されていました。これ幸男さんじゃない？あ、後ろ姿ね。なんか習ってますよね、わかんないけど。これがお父さん、この手前。そうです、この手前ですね。ここで習ったんだ、お父さん。送迎バス担当であるはずのお父さんがなぜか厨房に。その目線の先にあるのは旅館の看板メニュー、鮎の釜飯です。あ、じゃあこれだ。実はお父さん、孫たちに最高の美味しい記憶をプレゼントしたいと料亭の厨房に。そこで鮎の釜飯の作り方を習って鮎飯を完成させたのです。
家庭の味じゃない。時の覚えてて父は作ったのかもしれないね。もう二度と味わえないと思っていたお父さんの愛飯。ひょっとしたらもう一度蘇るかもしれません。呼び戻される美味しい記憶。一つ一つの作業がお父さんの姿と重なります。へえ、きっちりとひっくり返る、ひっくり返る。あーすごい、あいい香りします。すごい、お揚げ。24年ぶりに食べるお父さんの愛飯、そのお味は。おいしい。あ、これなんだ。藤井さん、吉武さん、父との思い出の料理をご賞味あれ。嬉しい。せーの。うわあ。おいしそう。うわ。いい香り。いい香り。本当に鮎が3匹も。では鮎飯を届けに、はい、記憶さんの黒岩さんが来てくださいました。ありがとうございます。もういい香りがすごいしていて、ね、これが鮎飯なんですね、はい、黒岩さんご自身がもう20何年間も食べられなかった。 でも意外と近くにあったってことですよね。その親戚の方。そうなんです ね、お父様にとってのお一個さんが今も作られてるわけですよね、はい。そのね、記憶をいただこうかと私たちが。すいません。恐れ入ります。いただきます。あ、身もおこげも入っていた。身もわそうですよね。ですよね。私もいただこう。あ、でも複雑な味ですね。いただきます。うん、結構しっかり、うん、なんだろう、春の苦味といいますか、塩味が、この鮎の、うん、おいしい。大人の味どうですか。この久しぶりに24年ぶりですよね、うん、このいわゆるお父様の味に出会えたご感想は。嬉しかったです。まさかこんな縁でまた食べられると思わなかったので、うん、でもそんなにたったように思わないもんなんですか。どうなんですか。そんなにたったように思わないです、ね、うん。でも確実にお孫さんは大きくなられて、はい、孫も生まれますので。おめでとうございます。お孫さんが今度ね食べて食べれるかも。おばあちゃんのなるかもしれません。おばあちゃんの味に今度これがなるかも、ね、うん、ぜひぜひつなげていただいて、うん、もしもこの国に醤油がなかったら、お魚をこんなに美味しく食べられたかな。お寿司はみんなの大好物だったかな。ご飯を何度もおかわりできたかな。大好きな人と一緒に笑うことがこんなに当たり前にできたかな。料理を作ることはこんなに楽しかったかな。もしもこの国に醤油がなかったら、お母さんの味ってどんな味だったかな。この国にはキッコーマンがあります。おいしい香りにあの時の記憶がパッとよみがえる。家族や友達と囲んだご飯、その一つ一つが積み重なって明日へ向かう勇気になる。おいしい記憶はタイムマシン。昨日から今日へ明日へ、おいしい記憶を作りたい、キッコーマン。では新潟県にお住まいの女性のおいしい記憶です。彼氏と遠距離恋愛になり、私は東京から夜行バスに乗り、長時間揺られて彼氏の暮らす兵庫へと向かった。アパートにたどり着くと、デザートが待っているよと冷蔵庫から出してくれたのがヌガーグラッセというアイスだった。
正直初めての遠距離恋愛で不安もあった。兵庫へ行くのも今までで一番遠い一人旅だった。そんな不安も疲れもヌガーグラスが吹き飛ばしてくれた。数年後彼氏は私の夫になった。やだやだおめでとうございます。いやすごい素敵。何ヌガーグラスってヌガーってあるでしょ、あの歯にくっつくやつ。僕食べれないですヌガー。私も歯が取れちゃう。僕グラスってだって人参のグラスとかさ、あのなんていうのステーキの横にソテーされてるついてるやつとかでしょ。でもグラスアイスですよという。そうそうそう、アイスだった。だから分かんないですよ。てかなんで彼氏さんはヌガーグラス作ったの。そこなんですよ。浮気って思いますよね。なんかちょっと思う。確かにちょっと思う。そんな誰に教えてもらったら、誰に教えてもらったみたいな。確かに誰のヌガーそれみたいな。分かる。何をごまかそうとしてんのみたいな。なんでヌガーグラス、なんでヌガーグラスしてんのみたいな。それ固めたら冷やして何それ。私そう何隠してんのってならへん。ヌガーグラッセを求めてやってきたのは新潟高田。そうか、今は新潟にお住まいなんですね。ご一緒に記憶聞かせてください。よろしくお願いします。お願いします。こちらが記憶さんのよしみさんと夫のりょうさん。優しい。これ何年前のやつですか。3年半そのぐらい前ですね。ああ素敵。お付き合いされたのは高校生。純愛すごい。4、5年経ちます。高校の科学部で出会った2人、先にアプローチをかけたのは夫の亮さんでした。まあ、一緒にいて何も緊張せず付き合うなの。なるほど。そんな二人には高校時代からお菓子の思い出が。そうですね、なんか高校の頃から餌付けされてて。餌付けされてた、はい、というとバレンタインは逆チョコをくれるし、普段からお菓子作ったり。可愛い。友達に胃袋つかまれたねって言われました。あ、そうなんですか。逆チョコだ。その頃からお菓子作りがしてましたね。科学もね、結構小さい頃からいろいろ。りょうさんのお仕事はパソコンの電子部品の開発。根っからの理系です。お菓子作りは科学の実験に似ていて好きだったんだとか。一番好きな元素は何ですか。一番好きな元素、難しいな。まあ一番身近なのは炭素なんじゃないですか、やっぱり。あ、炭素ですか。炭素がないとどうしようもないので、うん、高校、大学と卒業した後、就職のため亮さんは兵庫、記憶さんは東京と遠距離恋愛の日々が始まります。いや寂しいですよね、そうなったら。深夜バスに11時間揺られ、クタクタになりながらたどり着いた愛する彼の家。そこで待っていたのが美味しい記憶でした。なんかもうほっこりしちゃう。彼の家に行ったら、うん、疲れたでしょって言って、アイス好きでしょって言って、うん、作ったよって、うん、ガーグラステが出てきました。あ、その時に、はい、すごい嬉しかったのを覚えてます。りょうさんはなんでまた。めっちゃかわいい。アイスが妻が好きだっていうのもあって、うん、まあなんか用意しといたら喜ぶかなって。2人の愛を加速させたヌガーグラッセ。何ヌガーグラッセ。材料がこちらです。アーモンド、ピスタチオといったナッツが主役のアイスクリーム。どんなの。まずは生クリームをミキサーで泡立て、ホイップクリームを作ります。丁寧に作ってらっしゃるな。続いて登場したのは卵。卵黄を使わないんですか。卵黄はこのお菓子では使わないですね。だからカルボナーラに使ったりとか、そのまま卵カリモカリにしちゃったりとか。卵白だけを取り出して温めた蜂蜜を加えながら再びミキサー、メレンゲを作ります。温めた蜂蜜。仲良さそうですね。絶対仲良し。喧嘩とかするんですか。そうですね、あんまりしないかな。するとなったら、はい、お互いなんか黙って
あんまり話をしないぐらい冷静に静かな、お互い触れないでおこうみたいな。メレンゲができたら先ほどの生クリームと合わせます。なんか見た目変わらないけど。そうなんですよね、もう見た目は全然変わらないような感じになってると思います。え、そのイチゴのやつ何ですか？これタルトです。うわーすごい。これ作ったの？これは何のことですか？これ特に何でもないよね。何でもない時に作るの？何でもない時にこんなの食べない。レベル高っ。これは何ですか？これレアチーズケーキですね、イチゴの入った。見たことない。何ですかこれは？なんかチェリーとチョコのケーキです。すごい。めっちゃすごい。かっこいい。あー。それなんですか？めっちゃある。パンナコッタ。かわいい。すごい。夫の隣で調理を見守るうちに、いつしか記憶さんのお菓子作りも上達。めっちゃ良くないですかこの。でも自分では絶対に作らないと決めているのがヌガーグラッセです。なんでなんで。その姫路で食べた以来はいつ食べたんですか？作ってなかったね。作ってもうそれ以来全く作ってなかったですね。なんでなの。思い出に残ってたっていうのは、ヒョウさんあんま知らなかった。あんま知らなかったですね。あ、そうなんですか。ヨシミさんだけも特別なものっていう認識をしてただけで。うん、そうですね。照れくさくて、また作ってとは言い出せなかったヌガーグラッセ。いや、いよいよ主役のナッツが登場。カラメル状になった砂糖にアーモンドを投入。ほうほうほう。ちなみにヌガーとはナッツなどを砂糖で煮詰め固めたお菓子、うんうん、グラッセは凍らせるという意味のフランス語です。知らんかった。そしてヌガーをメレンゲと生クリームに加え混ぜ合わせます。はあ。あとはこれを型に入れれば。最後にピスタチオを振って冷凍庫へ。どうなるの？一晩寝かせれば完成です。はい、まだ想像できない出来上がりが。あ、こういう感じ？待ち焦がれた味、感想は？また今日も美味しいです。次はいつ作りますか？妻の誕生日の8月にでも。じゃあ8月待ってるね。そうだね、忘れてたらごめん。絶対覚えてるタイプ。絶対覚えてる。熱々の2人が作る冷え冷えヌガーグラッセ、あ、美味しい。スタジオにお届けします。え、嬉しい。はい、ヌガーグラッセがスタジオにやってきました。はい、やったー。どうですか？おいしい。いただきます。軽い、うん、あとナッツの塩味が後押しして、蜂蜜だけとは思えない、あの舌触りがいいですよね。滑らか、生クリームとメレンゲと で飴になってるところ、ナッツのカリカリっとしたのもよいしょよいしょ出てきて美味しい。どうしてこれを。本当ですよ、どこでこのお料理をこっそり知ることができるの。そのなんか疑惑の目に満ちて私たちが。記憶さんのよしみさんとりょうさんです。こんにちは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 。いただいております。とっても美味しくってありがとうございます。ありがとうございます。りょうさん、これ、うん、どこから仕入れた情報ですか？うん、YouTube で、うん、というか。はい、よく見てた人の動画があったので。そうなんや。でもなかなか作ってみようと思わないじゃないですか。あ、なんでそんな乗り越えれんの、やってみようと思うの。そうですね、遠くまで来てくれるということだったので、少しちょっと喜ばせてあげたいなと思って。こっちが照れる。照れちゃう。もうちょっと
高校時代にそのお付き合いしましょうってなって旦那様の方からね、うん、どういう瞬間可愛いなと思ってたんですか。確かに高校生の時のね甘酸っぱい話ちょっと、うん、聞かせていただきたいです。このヌガーグラス以外にもその高校生の頃からたまにお菓子をあげてたんですけど、はい、その食べてる姿はなかなか可愛い。そうですね。あのそれこそ高校の時から付き合っている人たちってこう社会人になったタイミングでなんかこうそれぞれが違う大人の子の生活をこうそれぞれの場所で見るわけじゃないですか。そうするとこう価値観とかも変わってなんかこうちぐはぐになっていくなっていうタイミングとかはなかったんですか。なんか大学の頃から夫が研究室で忙しすぎてそこからもうほとんど会えない時期があって、はい、その時は割と私もなんか怒ったりしてましたね。科学と私どっちが大事なのとか言って聞いたことドラマやんか。サイエンスオアラブ。タイトル決まった。すごい。でその時彼旦那さんはどういう答えを出すわけ。お願いします。何言ったか全く覚えてないけど どうなったんだっけ。それ好きなことは科学だけど好きな人は君だから許してみたいなことを言われた。ビルで言われたと思う。眩しくて見てられん。すごい。いや楽しいです。幸せもらった。今回はなんか2つの幸せを見たって感じです。親子の愛と夫婦の愛っていうか、はい、いやあったかいわ。もうほっこりしました。これエッセイコンテストちょっとまた今年も期待大ですね。そうなんですよ。いやそれがですね、はい、第13回あなたの美味しい記憶を教えてくださいコンテストエッセイの募集の締め切りがあるんですけど、はい、これ6月14日が締め切りなんですよ。はい、もうすぐなんでもうラストスパート出そうかなと思ってる方はそれです。出してください。もうそれです。でもういいです。なんかトピックスだけでもいいや。最悪こっちで膨らませるかも。こっちで膨らませるかも。違うな、言い方おかしいな。間違えました。その美味しい記憶ごちそうさまでした。次回放送は6月18日。お楽しみに。この番組はキッコーマンの提供でお送りしました。君が少しずつ成長していくから私も成長した。君がいつか世界を夢見たから私もずっと応援したいと思った。だけど本当はこう言いたいの。一緒にご飯を食べよ。美味しい記憶を作りたい。キッコーマン。